はい、今回はですね、こちらのたぬき商店でですね、住民がたまに来てるじゃないですか。で、まあ住民がね、狙ってる商品を目の前で買ったら、どういう反応を、するかっていうのを、試したいと思います。今回ちょうどね、カバのエイミーさんがね、なんかの商品狙ってますね。ちょっと先にですね、オニヤンマの値段だけ調べたいんで、ちょっと調べさせてもらいます。オニヤンマ4500円、あ、まあ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 しますね。結構住民にね、オニヤンマあげるとこんないいものいいのって言いますからね。ってことでエイミーに喋りかけてみますね。サーキュレーターどうしようかな言うてますね。買ってみるのもありかしら。ってことでですね、現品限りの早物勝ちなのでね、先に買ってみたいと思います。おっとめちゃくちゃ驚いてますね。名店になってますやんか、カバ。いや、もう売り切れたらどっか移動してるし、あら、どうしたの、うっふん。ということでですね、早速、今買ったやつをプレゼントしたいと思います。はい、サーキュレーターですね。やだ、これサーキュレーターじゃないの。どうしてこれを。そうなの、こういうのが欲しかったのよ。すごいわ、ダーリン。今、まあね、今狙ってましたからね、こいつ。今ね、ずっとね、見ててね、買うのもありかな言うてましたからね。お礼に花輪をあげるわ。受け取ってちょうだい。花輪って何やろ、なんか鼻につけるやつなんかな。カバーとか牛がよく鼻につけてる。まあ、これだけのテイストがね、違う、私のいろんな商品見れるっていうことでね。花輪、あ、家具やから今ちょっと使えないですね。ちょっと花輪だけ見てみますね、どんなんか。どんなんやろ、花輪。さてと、花輪どんなんかな。あ、ちょっと反対向いてますね。あ、なんか深層回転とかのやつか。もう完全葬式やん。なんかいらんな、これ。はい、続いてはですね、まあ、別日なんですが、今度はね、猫のマールがいてますね。マールですね、こいつ。ちょ、うろうろしてるんでね、ちょっと話しかけていきたいと思います。お、今日は猫のマールさんがいてますね。ちょっと喋りかけてみてと。壁掛け頂上王か、思い切って今買っとかないと売り切れちゃって後悔するかしら。こ、結構。やっぱさすがに猫だけに。魚が欲しいんかな。よし、目の前で買ったろ。うわ、顔見えへんかったし、ちょ、びっくりしてるやん。びっくりしてたね。ちょちょ、あげよう。しょうがないな。探検服、なんか懐かしいな。